刀や武器はもちろん、自撮り棒などを振り回したりする行為は周囲の人や環境に危害を及ぼす可能性があるため NG。 人が多いイベントでは気をつけていても他の人が映り込んでしまうことはよくあることです。万が一映り込んでしまった場合は許可をもらったりモザイク加工しましょう。あまりに大きい機材を立てたり周囲に影響を及ぼす光量を立てたりする機材は控えましょう。イベントを楽しんでいる人はたくさんいます。自分勝手な行動で楽しんでいる人たちの邪魔をしたり居場所を奪うような行為はやめましょう。おやおや、あそこで楽しそうに動画を撮影していますね。1時間後。長時間の占領行為は人の邪魔になるため一定の場所にとどまらず譲り合ったり移動して背景を変えて撮影を楽しみましょう。動画撮影には音源に合わせて振り付けをしたり派手な動きで面白楽しく撮影することが多いですが、周囲に不快な思いをさせない音量で楽しみましょう。化粧品や飲食物、血のりや紙吹雪、汚れが映りやすい小道具などを使用して周囲を汚すのはやめましょう。グフフフフ、この子かわいいな、こっそり撮っちゃおう。どんな撮影であろうとカメラを向ける場合は被写体に必ず許可を取りましょう。ルパーン！動画撮影は写真とはまた違った表現力と楽しさがあります。ですがそれと同時に使い方次第じゃトラブルにつながることもあります。いい作品を撮るためにもイベントや友達、自分自身を守るためにもルールやマナーをよく知り、イベントの注意事項もよく読んで楽しく撮影をしていきましょう。あばよとっつぁん。